地蛇の襲撃により里のあちこちが被害を受けた。その復興にあたり里の区割りをいくつか変更しようと思う。アブラメ一族はこちらの地区へ移ってもらいたい。かねてより一族で森を所有したいとの申し出があったので、それを考慮した。奈良一族は被害地区ではないので、そのまま。被害を受けた警務部隊本部はここに建て直す。それに伴い内派一族も。団蔵様、内派は里の治安を守る警務部隊。その場所では里の中央部から離れすぎています。緊急の任務には対応できません。緊急の時には暗部が出る。警務部隊は訓練のための演習場通いをしているのであろう。ここならば訓練をするのに適した土地のそばだ。内派専用の演習場として使うがよい。続けるぞ。警務部隊本部の移転に伴い内派一族にも移転してもらう。倒壊を免れた本部は。キュービ事件の時、俺たち内派を使わなかったのは、内派がシャリンガンでキュービを操ることを危惧したんでしょう。それどころか、キュービ事件を引き起こしたのが内派のものじゃないかという奴らまでいる。俺たちの里の隅っこへ追いやって動きを制限する気だ。そもそも二代目の時代に俺たち一族は里の一角に集められて隔離されたようなものじゃないか。今度はさらに遠くへ。里は俺たちを疑っているんです。隊長、こんな意見納得がいきません。断固拒否するべきです。隊長、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 隊長。お前たちの意見はもっともだ。だが移転は他の一族も受け入れている。内派だけが拒むわけにもいかない。しかし隊長。条件面では交渉する。だが移転は受け入れなければなるまい。他の者たちにも伝えてくれ。以上だ。解散。